キープ農場公益財団法人キープ協会とは、山梨県清里高原にあるキリスト教系の総合宿泊施設である。自然体験型の学びプログラムなどを多く行っている。八ヶ岳自然ふれあいセンターや山根ミュージアムなどが併設されている。ポールラッシュによって創設された。清里エデュケーショナルエクスペリメントプロジェクトの頭文字を取り、キープに、 山根の紹介と保護を目的として山根専門の博物館になった。館長は港秋作。もともとポールラッシュが高齢地実験農場として作ったもの。農業学校であったが今は体験学習のための施設となっている。主にファームショップでの売店営業が中心。酪農家から送られた高齢地に適したジャージー牛が飼育されている。 キープ教会最初の建物として作られた石造りの教会。農村での信仰の浸透のために畳敷きであったり、図書館が併設されていたりする。ポールラッシュがこの地に留まる理由ともなった。敷地内には8パターン 7.6km から 1.0km のトレールが整備されておりたような自然体験ができる。このうち 2.5km のトレッキングコースは、降雪期には、 クロスカントリースキーコースとして利用できる。キープ自然学校と生鮮料、キャンプ場とがある。70年の歴史を持つ生鮮料は2009年に新館が建築された。本館は和室、洋室、コテージキャビン。新館は和室、洋室、メゾネットが利用でき、レストラン、温泉施設が併設されている。生鮮料は 青少年指導訓練場として作られた。青仙寮という名称は、1937年秋に現地を視察した立教大学の高松孝治教授司祭により名付けられた。高松は、キャンプは清里駅から登っていくが、地盤は大泉村に入っている。それなら、両方をとって青仙寮としたらどうかと提案したのである。その他、 食事ができる設備として、生鮮料レストランや、イベントが多数行われる、キープファームショップ、手作りパンとジャムの生鮮料パン工房等のレストランがある。お土産ショップを兼ねたテラス付きの生鮮料、ジャージーハットでは、ソフトクリームが楽しめる。ありがとうございます。